ライニングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。はい、新型の MacBook Mac についてたくさんのリーク情報出てきましたので解説したいと思います。まずね、 MacBook Pro の完全なモデルチェンジ、また iMac についてもデザインが、完全に、変わるっていう感じですね。また2つの Mac Pro、こちらデスクトップなんですけども、これもね2つ、登場するんじゃないかって、登場するということで、こちら詳しくね解説したいと思います。まあ、非常にね、楽しみではあるんですが、まあ、特にやっぱ楽しみなのが、MacBook Pro ですね。今回新しい情報とか、まあその個人的なね、意見も含めて解説しつつですね、まあ発売時期とか、まあそこら辺に関してもね、お話ししたいと思います。こちらのチャンネルは Apple 製品などの、まあリーク情報の分かりやすい解説だったりですね、まあ賢い買い方も含めて、賢い買い方だったりですね、ガジェットのレビュー動画定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、まあ、皆さんと一緒に IT リテラシーを高めていきたいと思ってますので、まだね、チャンネル登録してない方はぜひ登録していただいて、最新情報をね、どんどん受け取っていただければと思います。で、まずはね、MacBook Pro について、まあちょっと解説してですね、まあその後、iMac とか、まあ他のね、Mac に移りたいと思います。でまずね、まあ著名リーカーをね、ミンチーク氏によるとですね、まあ Apple は、MacBook Pro 14と、まあ16インチ、この2つっていうのね、まず、準備してるということですね。デザインは iPhone 12とか、まあ iPad Pro のようなフラットのね、このエッジ、こうフラットで、まあ結構、まあ四角いような、新しいね、デザインになると、言われております。いやー、ついに来ましたね、これ。で、今のね、あの MacBook のデザインっていうのは2016年にね、刷新されて以来ですね、まあそれ以来の、大きな、アップデートというか、5年ぶりのね、大きい、そして非常に重要なね、この MacBook のアップデートになりそうです。じゃあどうしてね、Apple は、まあ iPhone やね、iPad のようなそのフラットのデザインにするのかっていうところですね。まあちょっといくつかね、まあ理由はあると思うんですけども、まあこちらについてちょっと後ほどね、ご紹介します。で、またね、あの皆さんに嬉しいお知らせがあるんですけども、ついにあのタッチバーがなくなります。はい。5年経ってようやく来ましたね。はい。この、まあ記事が出たね、ミンチーク氏によればですね、タッチバーは、新型 MacBook Pro には、含まれずですね、物理ボタンのファンクションキーに戻るっていうことですね。ファンクションキーっていうのは、キーボードのね、一番上にある、まあ F1 とか F2 とか、まあ、いろんな機能を持ったね、キーのことなんですけども、まあ今の例えばその MacBook Air みたいに、Pro の方も、変わっていくという感じですね。はい。まあちなみにそのタッチバーっていうのはですね、まあ Pro の13インチとか、16インチに搭載されているですね、まあキーボードの一番上の部分がタッチ操作でね使えるまあボタンみたいに、ボタンのようにまあなってるとものなんですけども、皆さんどうですかね、あのプロを持ってる方タッチバーって使ってます？はい。まあ、僕は正直明るさを調整するぐらいしか、は使ってないんですけども、まあ、実際2016年に登場した時は、まあ、Apple がその時言ってたのは、非常にこう、革新的な技術だ、どうだ、みたいな、感じだったんですけども、まあ、正直使い道が少ないというか、もう対応アプリがそもそも少ないっていうところもあるんですけども、はい。まあ、アプリとか入れて、まあ、正直カスタマイズね、こう、ちゃんとして使えれば、もちろん便利に使えたりはするんですけども、まあ、正直ね、ボタンの方が使いやすいということで、不評。まあ、実際にツイッターでもね、タッチバーっていうのがね、トレンドに入るぐらいですね、やっぱみんな、いらないと思ってたんだなっていうか、歓喜みたいな感じでしたね。多くの方がやっぱ歓喜してるっていうところ。またそのタッチバーがなくなるってことですね。まあ、一部、その Mac がじゃあそのタッチスクリーンにね、まあ、なるんじゃないか、対応するんじゃないかっていうね、まあ、話もあったりもするんですけども、まあ、こちらに関しては、まあ、可能性は結構低いんじゃないかと思ってます。まあ、実はね、このタッチバーとタッチスクリーンって、非常に深い関係があるというか、まあ、関係があるんですよ。はい。まあ、これどういうことかというとですね、そもそも Apple が、まあ、Mac にですね、まあ、タッチスクリーンを、ま、採用しなかった理由っていうのが、やっぱ元々は、ま、スティーブ・ジョブズがですね、エゴノミックっていうのかな、英語では。まあ、人間工学的に、垂直のな画面で腕で操作するっていうのは、まあ、腕をずっとね、こう上げた状態っていうのが続くので非常に疲れると。まあ、なんで人間工学的にも正しくないと。タッチ操作っていうのは、やっぱり iPad とか水平な画面に対して非常に有効だと。まあ、そういう風なね、プレゼンを してたんですけども、まあ、ただ実際 Windows とかでね、画面が、まあ、タッチスクリーンになってるとか、まあ、あったりとか、まあ、そういうニーズっていうのは実際、まあ、Mac でもあったみたいなんですよ。まあ、そこの、まあ、間を取ったというか、ちょっと妥協するような形で、タッチバーっていうのが、まあ、そもそも採用されたっていう流れがあるんですね。まあ、水平なんで、キーボード上なので。まあ、実際やっぱタッチスクリーンにすると、やっぱコストもかかるし、まあ、指紋も目立ちますし、あと実際一番やっぱ思うのがソフトウェアとかアプリが、ちゃんとそのタッチディスプレイにね、対応しないといけないので、まあ、Apple はやっぱどうしてもそのユーザーの体験ですね、使い勝手っていうところを非常に重視してますので、まあ、そこで安易にじゃあ MacBook にタッチスクリーン対応っていうのは非常にないと思いますね。はい。まあ、実際やっぱりその役員の方とかのまあインタビューとかもね、でも、かなり結構否定的な意見が多い。
ですね。まあ実際まあタッチバーがなくなったとしてもね、まあ物理ボタンの方がまあぶっちゃけ便利なので、まあ僕も物理ボタンのファンクションキーでいいんじゃないかと、いいんじゃないかなと思います。はい。で皆さんはね、ちょっとどう思いますかね。コメントいただければと思います。また画面に関してはね、まあミニLED とかね、まあ搭載とかもあるかもしれないので、まあもし搭載されれば赤、まあさらに明るくて、まあ綺麗な画面になるんじゃないかと思います。で、また、CPU に関してはもうついにここ、今回から、インテルのモデルがですね、ラインナップから、まあ、選択肢からなくなるということですね。まあ、つまりその MacBook のラインナップが全て Apple Silicon 搭載、まあ、M1 チップとかになるということですね。まあ、実際その M1X チップになるのか、M2 チップなのか、まあ、わからないんですけども、14、16インチに、まあ、搭載される、まあ、搭載されて、まあ、省電力なのに、まあ、高性能のね、まあ、今までみたいなもん、さらにモンスターのね、MacBook 生まれるんじゃないかなと思っております。まあ、実際その、まあ、例えばインテルの MacBook の、まあ、中古価格とかが、まあ、超暴落、まあ、暴落したりとか、まあ、あったので、みんなその M1 じゃーっつってこう、まあ、ゆっくらいついてみたいな。はい。まあ、感じで、まあ、実際にインテルも、まあ、独自チップとか作ってるみたいなんで、まあ、それもね、まあ、そっちも頑張ってもらいたいんですけども、また、レビュー動画とかでもね、お話ししたんですが、Mac の中でも、おじさんがじゃあもう自転車でね、自転車こいで発電してんのかっていうくらいですね、本当にね、電池減らないんですよね。バッテリーに関して、はい。で、また、その M1X チップの性能がね、まあ、どれぐらいになるのかっていうのは、まあ、以前のね、動画で、まあ、詳しくは解説してるので、まあ、そちらちょっとね、ご覧いただければと思います。で、また、その新型の MacBook にはですね、まあ、現行のそのプロの16インチと同じ、まあ、ヒートパイプ設計ですね。まあ、いわゆる16インチと同じ、まあ、熱のその冷却構造を、まあ、使われるっていうことなので、まあ、つまりこれどういうことかというと、まあ、さらにその高性能なチップを、搭載することができるんです。まあ、高性能なチップっていうのはどうしても発熱が多くなっちゃうので、まあ、それを、排熱するね、構造がないと、まあ、つけれないっていうのがそもそもあるので、まあ、そこ、っていうことはやっぱ性能がね、めちゃめちゃ期待できるんじゃないかと思います。で、今の、例えばその M1 MacBook Air にはですね、まあ、冷却のファンとかなかったりとか、まあ、プロの13インチで、まあ、ファンはついてるとはいえですね、まあ、今の M1 モデルよりも格段にいいというかね、まあ、そういったことで、まあ、処理能力とか結構段違いに、ね、違ってくるんじゃないかと思います。まあ、なんでやっぱ高負荷な作業とかも、まあ、長時間できるようになるんじゃないかなと結構ね、楽しみですね。はい。で、またね、ちょっと面白いと思ったのが、いろんな端子が、まあ、USB ハブとか、その不要でですね、そのまま使えるようになるっていうことですね。まあ、記事に書かれてたんですけども、はい、これどういうことかっていうと、まあ、端子が、まあ、追加されるっていうことですね。まあ、今やその Type-C ポートのみなんですけども、昔のね、その MacBook とか、いろいろ SD カードスロットとかあったんですけども、そういったものに戻る、イメージですね。まあ、それが現代版になると。まあ、フラットなデザインになるので、やっぱポートとかも結構ね、増えるんじゃないかなと。まあ、こういったところはやっぱフラットなデザインになる理由かなってところで、はい。まあ、例えばなんですけど、今、サンダーボルト4ですね。まあ、今 USB-C の端子が4つと、まあ、イヤホンジャック。まあ、そこは今まで通りなんですけども、まあ、それに加えして、おそらくまあ、SD カードスロットとか、まあ、USB-A ですね。まあ、USB をさせるような、ポートとかが、追加されるんじゃないかと思ってます。で、さらに驚いたのが、マグセーフ充電器の、復活っていうところですね。まあ、昔のその Mac にね、使われてたじゃないですか。今も使ってる方いると思うんですけども、充電するとき磁石でこう、ピタッとね、くっつくタイプの、充電器ですね。まあ、iPhone 12で、ただ、ワイヤレス充電をね、スムーズにね、できるようなものとしてマグセーフ充電器っていうのがね、新しく復活してね、こっちの iPhone の方で出てるんですけども、まあ、レビュー動画こちらもあるのでね、参考までにこちら見てほしいんですが、まあ、昔のそのマグセーフを、まあ、現代版に改良してですね、細長く、まあ、おそらく小さくしたようなもので、復活するんじゃないかと、まあ、ブルームバーグとかが報じてますと。まあ、メリットとしては、まあ、現在のやっぱ Type-C ケーブルよりも高速充電ができるようになるんじゃないかということですね。まあ、どうしてそのマグセーフね、まあ、採用するかっていうところなんですけども、Apple が。はい。まあ、iPhone をちょっと例にするとね、わかりやすいんですけども、まあ、おそらく iPhone、次の iPhone 13ですね。まあ、13では、ポートレスですね。つまり充電端子自体がもうなくなってしまうっていうね、刺すとこがまずなくなると、言われております。じゃあ、どうやってじゃあ充電するのかっていうね、っていうと、まあ、先ほど話したさっきで、ね、マグセーフ充電器で、ライトニングケーブルを置き換えると。まあ、くっつけて充電させる。まあ、これでね、まあ、Apple としては、その USB-C とか、まあ、挟まずにですね、まあ、置き換えれるっていうのと、まあ、ライトニングケーブルで、まあ、この稼いでた、まあ、ライセンス料っていうのがですね、マグセーフで稼げるっていうね、まあ、戦略があるんじゃないかと、思いますと。はい。まあ、勝手に思ってるんですけども、まあ、ライセンス料ってなんだよっていう思う方いると思うんですけども、ライトニングケーブル買うときになんかこういったね、マーク、見たことはないですかね。
はい。まあ、MF、これ MFI 認証という呼ばれるもので、まあ、要するに、まあ、この、まあ、例えばケーブルが Apple 製品でちゃんとこう動くのかっていうのをね、ちゃんと動くよっていうことを Apple が、まあ、メーカーとかに代わって、保証する、まあ、印なんですけども、この印っていうのをつけるためには、この Apple にですね、例えば製品一つにつき、まあ、売れてたら、確か4ドルかな。4ドルとか言われてるんですけども、そういったあのライセンス料を払わないといけないという、まあそういう契約になってるわけですね。はい。まあ上納金を納めないといけないと、Apple 様に。まあ500円で、まあ例えば売っても、まあ4ドルなんで400円ぐらい持っていかれるんで、まあ結構エグいというかね。で、原価とか引いちゃったらもうなんか儲けないじゃん、みたいな。まあ感じなんですけども、まあこれで、まあ例えば Apple が結構ね、ライトニングで儲けてるみたいな、端子で儲けてるみたいなことを、まあ言われたりするんですけども、まあ実際今の売上規模とかから考えると、まあそんな大きくはね、もうないんじゃないかなとは思いますが、まあただそういったことはやっぱ、Mac の方でも iPhone をそのライトニングでね、端子で、まあ稼いでいたのと、まあ同じようにですね、MagSafe を導入して、まあやりたいんじゃないかなっていうのは、今ちょっと思いますね。まああくまでちょっと勝手な予想ではあるんですけども、はい。で、またちょっとデザインについてもね、もうちょっと考えてみると、まあ、個人的にやっぱ MacBook Pro は iPhone 11から、まあ、iPhone、まあ、12にね、変わったようにですね、薄く結構フラットな四角いね、まあ、デザインに、まあ、なるんじゃないかと。思うんですけども、まあ心配なのがやっぱバッテリーとか、バッテリー容量とかなんですけど薄くなるので、まあ M1 チップでやっぱ別々の部品とかが一つにね、まとまって、まあ今までよりもやっぱスペースとかがね、空いたりとか、まあそもそもやっぱタッチバーとかがなくなったりするので、フラットで非常に薄いデザインにはなると思うんですが、まあバッテリーの持ちを犠牲にするってことはね、やっぱないんじゃないかと。まあ M1 チップ自体の省電力性能も、まああったりするので。で、またね、まあ画面とかについてはまあ上部にやっぱ 1080p のですね、今まで通りウェブカメラと、まあ、もしかしたらフェイス ID の搭載とかもあるかもしれないです。気になるね、発売日なんですけども、まあ、民地公使によると2021年の第3四半期になるんじゃないかと、言われております。まあ、なので、まあ、大体今年の6月から9月の間には登場するんじゃないかと。まあ、ただ今年もやっぱまだパンデミックで予想がつかないっていうのもあったりしますので、まあ、どうなるかちょっとわかんないんですけど、まあ、今年の9月までには何かしらね、その発表っていうのはあるんじゃないかと思いますね。で、またその14インチとか16インチに加えて、他の Mac のね、計画っていうのも、あるんですけども、まあ、それがまず、iMac ですね。こちらデスクトップのパソコンになります。で、まあ、長らくこのデザインのね、まあ、変化がないですね、この iMac。風にもね、ようやくこのフルモデルチェンジというか、デザインの変更というのが今年ありそうですね。で、今までの、画面の結構黒い縁っていうのがね、あるですね。まあこれベゼルとか言うんですけども、まあこれがやっぱなくなって、まあ2019年に発売されたですね、Pro XDR Display っていうね、結構なかなか高いね、画面があるんですけども、まあこれのこのモニターみたいなね、まあフラットで四角いですね、まあデザインに、iMac がなるんじゃないかというところです。でまずやっぱ現行の 21.5 インチっていうのを、置き換えで、まあ23か24インチぐらいのモデルになっていると、が登場しそう。で、もちろんこっちには M1、まあおそらく X チップとかが、まあ搭載されて一気にこうフルモデルチェンジするっていうね、感じですね。外観も中身も。で、中身としては20コアの、まあ CPU。搭載で、Apple 独自の GPU っていうのも、搭載されるだろうと。この新型 iMac のね、発売時期なんですけども、MacBook Pro の、例えばその発売前に M1X チップ搭載で、まあ出されるってことはね、まあないと思うので、まあ MacBook Pro 発売後のですね、まあおそらく秋以降とかになるんじゃないかと思います。で、さらに、驚きのリーク情報っていうのが出てきたんですけども、まあ現状のその最高性能の Mac ですね、である Mac Pro のもう新しいモデルについてですね。はい。まあ、二つ出ると。まあ、ブルームバーグのそのマーク・ガーマン氏ですね。まあ、この記者の方によりますと、まあ、二つのその Mac Pro っていうのが、今計画されていると、報じられてまして、一つ目が、現行その Mac Pro の、まあ、後継機に当たるものですね。こちらまあデザインは同じなんですが、まあ、この機種のみですね、まあ、インテルチップが搭載される、まあ、唯一の Mac になるということです。で、新しい、まあ、インテルの、まあ、ゼオンチップとかですね、まあ、ハイエンドなものですね。とは、まあ、AMD の、まあ、ラディオンプロとかかな。まあ、ラディオンの、まあ、GPU が、搭載されると。まあ、ここまではいいんですが、はい。で、二つ目ですね。こちらがですね、まず新しいデザインっていうのが、採用されてですね、昔のそのパワーマック G4 キューブっていうね、すごい懐かしいね、デザインのものになるんじゃないかと言われております。まあ、大きさはそのなんで Mac Pro の今のまあ半分ぐらいのサイズになるということですね。こっちの二つ目に関しては、まあ、高性能で最大32コアの Apple Silicon、搭載されるということです。
まあ当時はね、その、まあジョブズとかが、まあ非常に最高にクールなコンピューターを作った、まあ息を飲むほど美しいっていうね、ぐらいのあのプレゼンもしてましたので、まあ正直僕はその時小学生ぐらいだったので、全然あの、覚えてないんですけど、はい。まあ、これはでも20年前とかに発売されると考えるとね、やっぱすごいですね。アップルシリコンこちらに搭載、まあ、M1、M2、M1X か M2 かわかんないけど、非常に高性能なものが搭載された新しいデザイン、これ非常に楽しみですね。で、また今後のね、その M1 Mac についても、まあ、どうなるかっていうね、もう一つ動画がありますので、こちらもね、ちょっと参考にご覧いただければと思います。で、また、今後もね、新しい情報があればね、わかりやすくまとめて、動画いたしますので、また最新のね、この M1 MacBook Air のね、使用レビューですね。まあ、長期レビューとかも動画の方でやってますので、こちらもね、ちょっと購入の参考とかにね、していただければと思いますので、まだ見てない方はね、ご覧いただければと思います。ぜひ。こちらの動画が少しでも役に立ったと思った方はですね、チャンネル登録だったり、グッドボタンとコメントもね、もちろん、今回も気軽にお待ちしておりますので、はい、いつもすべて見させていただいております。ありがとうございます。僕が勉強になっております。それでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。